駅前には、反乱市民憲章が掲げられている。2007年7月19日撮影尾崎駅は、大阪府反乱市尾崎町にある、南海電気鉄道南海本線の駅。駅番号は、NK37。反乱市の代表駅である。反乱市の中心に所在する。同市に所在する、南海電気鉄道の駅は、東駅と鳥取の小駅、箱り駅である。 鉄道省課題5週、作詞56番の歌詞にて、当駅が登場する。大避設備を備えた島式ホーム2面4線を有する、京城駅。有効長は8両編成分で、難波型に渡り線がある。通常ダイヤでは当駅折り返しの列車は設定されて、いないが、空港線の運転見合わせの際に普通が当駅で、折り返したことがある。また、 2017年の台風21号による男里川橋梁の陥没が起きた際には当駅での折り返しが行われた。2014年10月18日のダイヤ改正により、日中に特急サザンと普通の緩急接続を行うようになり、日中でも1番線と4番線の使用頻度が大幅に増加した。駅舎は上記のように2018年9月4日に、 台風21号の影響と見られる火災により消失した。それに伴い、2019年4月6日のダイヤ改正までは1番線と4番線を使用停止して仮設のスロープと出入り口を設置していた。この間対避線の使用が不可能であったため、当駅での緩急接続はダイヤを一部修正して、泉佐野駅、樽井駅、三崎公園駅に移行されていた。 消失前の駅舎には、売店、飲食店のほか、三井住友銀行の ATM があったが、京城駅舎の復旧時点では、店舗スペースのみ確保されており営業している店はない。駅東口には、バス乗り場、西口には、タクシー乗り場がある。駅東出口に、エスカレーター、駅西出口と、各ホームに、エレベーターが設置されている。トイレも設置されている。 改札内及びホーム上の発射表は反転フラップ式であったが2010年3月にフルカラー LED 式に更新され発射時刻も表示されるようになったこの更新により改札内の発射表についてはホーム別の案内から先発と次発を案内する方式とされた内側2.3番線が本線外側1.4番線が対比線となっている 2019年時の1日平均乗降人員は1438人である。近年の1日平均乗降乗車人員数は下表の通り。駅周辺には次のような施設がある。阪南市、コミュニティバス、さつき号南海ウィングバス南部が受託運行。ありがとうございます。